はい、それではですね、M18 ヘルキャットの方なんですけども、まず一番最初のね、車体下部の組み立てということでね、やっていきたいと思います。はい、まずね、ちょっと部品の方これだけ切り取りました。で、あとはこちらの方を組み立てていくだけですね。はい、これをね、まず接着していきたいと思います。よいしょ、ね、これはね、こちらの方でこういう形で、まあ、こちらの方ね、ペタンペタンペタンという形でね、これ穴ありますんで、こちらね、合わせていけばいいと思います。こんな形でね、はい、こういう形です。こんな、あ、そうです、こんな感じでね。はい、で、続きまして、これだね、これがここにね、ピュッとこういう形で、これ穴あるんですけどね、ちょっとライトの加減で見にくいかな、こんな形 でこれがね、ここに4という形になりますね。これもここにちょんちょんと接着剤をね、セメントの方をつけて、これをビュンと、こんな形です。はい、こんな形になります。で、続きまして、これですね、これ横のとこね、これをね、こちらの方にね、つけたいと思います。これのね、付け方がね、反対だね。こうだね、これだね。これをこちらの方にこんな風にね、ちょっと見にくいかな、こっちの方に合わせてね、付けたいと思います。よいしょ、こんな感じですかね、かな、こんな感じで、こんな感じでつくんだね。これがこんな感じでね、つくんですね。おー、ついたついたみたいな、どこがどうなってくる、こんな感じだね。まず、まあ、要所要所のところにこれをつけて、よいしょ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 、ピッピッピッとね、これをつけて、にやおにやおと。あとはこれをここにうまくうまく挟めるということでございます。はい、こんな感じ、まあ、やったね。あ、近く、ずれてるずれてる、こうなったね。あったあったあった、こういう感じですね。これはね、ちょっとこの裏からね、流し込みを使った方もちょっといいかもしれないね、これね。こういうとこね。こういうとこで流し込みを使った方がいいと思う。こんな形で。で、ここもね、ここもね、こういう形。こんな形かな。で、次にこちらですね、こちらもね、やっていきたいと思います。よいしょ、きちんと見えないと、見えないって言われてしまうから、よいしょ、何かな、したんで救急車走ってきたな、これピーポーピーポーピーポーって、これもね、こちらの方とね、合体させます。はい、よし、よいしょと、
構ね、やっぱりタミヤさんのはピタッと合うね、これね。こちらの方にもね、はい、株のね組み立てがねこういう形で出来上がりました。で、出来上がったらこれをあとね、これをここにね取り付けます。ちょっと穴もあるんでね、2人合うようになりますね。まあ、こちらはあの何ていうのかな、このセメントでポンとつければ問題ないと思います。こんな形でね、はい、よいしょ、こんな形になります。こういう形ね、こういう形で、ね、でちょっと浮いちゃってるかな。だからあとは、何をやってるっけ。だからあとね、この横のとこね、ここをちょっとね入れてあげればいいと思います。こんな形で、形でね、車体下部の方はこういう形でねできました。まあ、この辺はねそんなにね、手間というものはかかるものではございません。はい、こんな形ですね。で、続きましてね、これの方なんですけどもね、まだ車体下部の組み立ての方は、よいしょ、ちょっと浮いちゃってんな。これをやっていきまして、車体下部の方ねつける部品がありますんでね、こちらの方をねちょっとね部品を切り取っていってみたいと思います。はい、はい、そういうわけでね、ねついていきたいと思います。まずねこれかな、これをここにねポンと、ここだね、これは流し込みで十分だと思います。きちんとはまるんでね、よいしょ、1個目ね、部品はねもうここで外してありますんで、でこれをここで2個目ぴょん、でここで2個目、よいしょ、で3個目もね、結構ねパチンパチンとね挟まるんで、ここはねはめやすいですね。こんな感じで、よいしょ、パチンパチンとね、はまってきます。はい、こんな感じ。そして次がこれですね、これちょっと小さいけどね、小さいけどこれをね、
ちょっとね、部品がね、小さいんで、どっちかというと、手に、あら、手に隠れてしまうかもしれないという形ね。はいはい。ここだよ。ずれないうちね。流し込みで。これもね、とこんな形で、よいしょ、ついたということでございます。こんな形、よいしょ、こん、あ、違う、これをまず入れない、これをまずいいんだね、これをまずここに入れて、こういきますね、これ、はい、これこれで反対側はできましたと。こんな感じでね。で、次はね、こっち側もね、今ね、入れていきたいと思います。はい、はい、それではね、これ反対側もね、やっていきたいと思います。はい、うんと、こんな感じでね、これもね、まあどっちかというと全部一回ね、パチンパチンと全部挟めていった方が作業的には早いよねっていう感じですね。こんな感じで、こんな感じで、よいしょっと、はい、で、あとは、ね、このこっちから流し込んであげれば OK だよって感じですね。はい、流し込んで、こんな感じでね、でね、この辺はね、割としっかりとくっつく形になりますね。で、あとは先ほどあった通り、これをこれね、このちっこいやつね、でやっていけば OK ですね。はい、これ斜めかなと思ったんだけどね、斜めになるんですね、これね。よいしょ、よいしょ、これね、これございます。はい、と、あ、違う、またやっちゃうね、よいしょ、これがこうみたいな、あ、ごめん、見えないね、まあ、見えなくても作業的にはもうね、今のところはこれをやる作業しかないんでね、まあ、ええんじゃないかなという感じでございます。はい、こんな感じ、ポンポンポンとね、よいしょと、よいしょ、はい、はい、こんな感じでございます。組み上がりました。はい、まあ、あとはね、少しね、乾いてからのね、作業となります。そして次がサスペンションのね、組み立てということで、ね、次ね、部品の方をね、切って
で撮っていきたいと思います。はいはい、それではね、サスペンションのね部品を切り取りましたんでね、でこちらの方をねつけていきたいと思います。これはねこれかな、ここにねこうはめて、これをねこうはめるみたいですね。だからで次がこれかな、これね、これがここにはまって、ここたまるのはねこことここだよね。よいしょ、ここよいしょ、これの2箇所ね、サスペンションね、はい、反対側つきました。そして次が反対側ねつけますんでね、今ね部品の方をね切り取りたいと思います。はい、それではね、こちらね反対の方もねつけていきたいと思います。これね、これがこうだね、どんな感じ、ここ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 んな感じで、これがここなんだよね。一個飛ばすからね間違いないで見ない。まあ作業的にはねそんな難しいものではございません。はい、これがこうかな、こうだね、これにこれがここにこういうふうにはまる、こうこんな感じで、違うでしょ、ここにこうおしこだ、こんな感じ、こんな感じで、はい、ここまでできました。サスペンションの位置の組み立てまでできました。はい、でね、この次がね、サスペンションの2になるんだね。2にね、はい。サスペンションのね、2の方も次ね、続きの方でね、行ってみたいと思います。はい。はい、それではね、サスペンションの組み立て終わりました。こんな感じです。はい、こういう形ですね。これでね、今のところは反対側もねこういう形でね終わりました。はい、ということで今日本日はここまでといたします。それではね、本日ね本日の動画ご視聴の方誠にありがとうございました。
またね、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。でこの続きはね、リターンローラーの取り付けだとかね、リアパネル部品の取り付けとかね、あとホイールの取り付けの方のね、作業となっていきますんでね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ありがとうございました。